保安隊は保安庁に警備隊と共に置かれた日本における国内保安のための武装部隊である。1952年10月15日に警察予備隊を改編して発足した。現在の陸上自衛隊の前身にあたる。1950年8月10日に施行された警察予備隊令が講和条約発効から180日後に執行することから、日本政府は1952年7月に保安庁法を成立させ、総理府の機関であった警察予備隊のうち本部及び総隊を保安庁の内部部局及び第一幕僚監部に移行させ、管区隊その他の部隊等は警察予備隊の名称のまま保安庁の機関に移管し、2ヶ月半の準備期間を経て保安隊に改編した。保安庁法では警察予備隊令に明記されていた警察力の不足を補うという文言がなくなり、独自の保安機関であることがより明確となった。1954年3月に日米相互防衛援助協定が結ばれ、日本は自国の防衛力の増強という義務を負うことになった。これを受けて、同年6月に自衛隊法と防衛庁設置法を成立させ、翌7月に陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の管理、運営を行う防衛庁が発足し、保安庁は発展的に廃止されて業務は防衛庁に引き継がれた。警察の補完組織だった保安隊が国防を任務とする自衛隊になったために新任務にふさわしい宣誓が求められ、全隊員の 6% にあたる約7300人が宣誓拒否して退官した。大部分が陸上自衛官の任期制隊員とされる。管区隊配置警察予備隊と保安隊の階級章。警察予備隊から保安隊への移行に伴い、警察予備隊の警察官は保安官となった。保安隊から陸上自衛隊へ移行した際、保安官は陸上自衛隊の自衛官となった。ありがとうございます。